別れの時が来る。やお皆さんこんにちは、なんかリスです。トカゲくんです。そう、トカゲくんです。一時聞けないのか、悲しいということで、私は珍しくですね、支度を急ピッチにしてるんですね。トカゲくんにさ、最後のなんかお別れを言う時はさ、綺麗に言いたいじゃん。うん、ちゃんと髪の毛もアイロンして、もうナスちゃんからね、中学校のねアイロンの仕方じゃんって言われたんだけどということで、今日はトカゲくんと最後のボストンということで、今日は夕方の6時に送り届けるから、それまでちょっとねボストンで最後思い残すこととかないように、ちょっと新しく仲間が加わったんですけども、こちらなんていう名前でしょうか。これ知らない。知らない。レッドソックスチームのキャラクターみたいな感じだよね。マスコットキャラクター。マスコットキャラクターです。3人いるんだけど。すごいさ、マリモッコリじゃんこれ、完全に足が長くなったマリモッコリ。よろしくお願いします。よろしくでしょ。これをね、トカヤくん昨日こう脇に抱えてさ、こうやって寝てたよ。ママずっと見てたんだから、しつこくストーカーみたいに、うん、熱い夢見なかった？なんかすごい見られてるみたいな夢、涙を流しながらずっと見てた。僕ね、夢を覚えてないんだよ。そうなの。朝さ、レイちゃんに喋りかけた。怖い。トカゲくんがいきなり朝からね、うん、ねえねえレイちゃん、どのコーナーのどのコーナーのどのコーナーって言って、うんって聞いたら、すぐ怖い、お腹すいたって言ったらママが起きて、ごめん、そう、ね、飛び起きてたよね。そう、私ね、お腹すいたで飛び起きんね、いつもトカヤくんの。あ、それはダメだ、バーンっつって、おって言った瞬間、はお、パーン、オッケーごめんねっつって、バーって用意してね、昨日ホールフーズで買ったやつをね、オーガニックのやつを。オーガニックのやつ。そしたらなんかオーガニックの味に物申してたよつって、あなた今日からそういう味と共にしていかなきゃいけないんだよ、大丈夫？日本食スーパーとかないからね。白いご飯と海苔とかそっち系が出てこない感じだよね。嘘だろ。嘘だって、本当だよ。ということで、私たちは大急ぎで支度をしますよ。れいちゃんも早く支度して。急ぎますよ。はい。すっごい涼しい。てかさ、マジでさ、湿度がないよね。ない。今ね、思い出写真撮ってるの。似てる顔しようとか言って、似てる顔しようって言った瞬間ね、遠近法でね、トカヤくんが前に出てくれた。優しい。優しい、マジで。OK。いいんだけど。怖っ。どれ？いやー、このピンク髪が親って今日思われたらどうしよう。昨日ママがね、眉毛を染めてたの。でジャムおじさん。ほら、ジャムおじさんなの。ジャムおじさんなの、ママ。かわいい。ずっと触ってていい？3週間分ぐらい。何回寝たら会えるかをさ、今計算してみよう。で、今日はこの日じゃん。1、2、3、4、5、23、24、25、26、29。え、そんな？私の数え方が間違ってる。待って、計算ができないんだよって。今日はこちらのシーフードを食べに行きます。結構さ、都会じゃない？なんかこっちまで来た。おー、ほんとだ。麺を細めてみたらニューヨーク。こちらのリーガルシーフードみたいなところに、ハワネコチャンネルのオープンテーブルで予約しました。よろしくお願いします。こういうところに座ってみたかったの。何に出てくるやつ？なんかアメリカのさ、ハリウッド映画のさ、こういうまん丸のさ、ソファーある。よかったね。ね、こちらの Google の翻訳機、あのカメラ付きの翻訳機でこうやってして、いつもあのメニューを頼むんです。こちらおすすめですよ、皆さん。いただきます。オニオン、サーモン。おいしいよ。オーガニックの味は多分する。ごちそうさま。歯についてない？大丈夫大丈夫。じゃあ行きますか。ちょっとなんかダイナソーミュージアムみたいなとこを見つけたから、行きます。すごいです。すごくない？結構大きいよ。結構大きい。似てる？ほら、すごい近いじゃん。すごい近い。マジで近いの。おお、結構怖い。目がピッカピカピカ。すごい、私の顔怖いでしょ今。すごい効果音がさ、ガーってさ、でこいつが出てくるの。めっちゃ毛生えてるじゃん。めっちゃブリーチしてるじゃん。真っ白ブリーチしてる。王道のティラノサウルスです。うーわー、すごいかっこいいじゃん。 X みたいな。
じゃあお土産買おうか。ねえ待って、これは何？カバとアザラシと恐竜と、かわいいんだけど。かわいいそれ。謎にシャボン玉をしています。あ、すごい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 。あ、すごい。棒に捕まって尻振ってる女の子がいるんだけど、ボストン大丈夫？トカゲくんと同い年か1個下ぐらいで、トカゲくん下から大丈夫かな。もっと心配になっちゃったよ。あんな強い子がいっぱいいたらどうしよう。ね、心配。アイス食いたい。お別れの時間が着々と近づいてきてるんですけども、どうですか？今しんみりモードになってたんです、2人で。でも楽しいから絶対。なんか公衆電話があるんだって。だからそこでママとかパパに電話をかけれるらしいから、ねえ、なんでそうやって寝たふりするの？ママと遊んでた方が楽しいよ。そりゃそうだよ、みんな。私こんななってるお姉ちゃん初めて見たかも。なんで？かわいいで誰にも内緒なんだからね。バイバイトカゲくん。バイバイ。日本から応援してんだ。やだやだ。もう頑張ってね。行くよ。行くよ。分かった。分かった。ママが頑張るから。泣かないでよ、泣いちゃうじゃん。よし。やだ。もうほんと泣かないで、こっちまで泣けてくるから。なんでレイちゃん。ごめんさ、ごめんごめんね。レイちゃんも泣かせちゃってる。すごいいい人たちだったから、安心なのは安心だけど。レイちゃん。だって LINE もできないでしょ。でも絶対に強くなって帰ってくるから。ただそれだけは思っていいよ。私本当は今日一人で来る予定だったじゃん。だけどレイちゃんが来てくれなかったら、多分ここから動けなかったね。よかった、レイちゃんいるから。まだ気が紛れる。面白いこと言って笑わかそうと思うから。あーマジで明日髪の毛赤にしようかな。赤の方がまだ大人に見えるかな。だってさ、女の子ちょっとびっくりしてたよね、私のこと見て。有名だからじゃない？あれみたいな感じの顔してたよね、うん、だけどあれがナタリーさんのあれなのか、クラミのこいつがお母さんあれなのか、ちょっとどうしようって感じ。ちょっとだけ落ち着こう。もう今何言っても泣いちゃうから一回カメラ止めて。それで私たちもニューヨークに戻ろう。よし、AAO。 帰ってきましたけど、すごい渋滞で、ピンクベリーのアイスクリーム屋さん行こうと思ったら間に合わなくて、ウーバーイーツをしたら2件もキャンセルされて、あげくの果てに夜中1時にもう悔しくて近所のコンビニストアに行きます。本当に危ないんだけど、どうしてもアイスが食べたくて我慢できないから走っていきます。でもみんなはやらないでね。ほら、あんなバンで連れ去られたらどうすんのさ。映画の見すぎ。そんな派手な人乗せんでしょ。ひどい。はい、ということでですね、アイスクリームを買ってきました。私たちの努力の証がこれです。そしてチョコレートも買いました。 95% ってどれぐらいの苦さなんでしょうか。そしてマカダミアナッツを買いました。もうここはハワイなのかなっていうくらいのね、量を買ったんですよ。そしてこちらのバナナを買いました。そしてこちらのヨーグルトを買いました。すごい、モデルみたいな食事。でも食べるのは何時、はい、何時でも大丈夫。時差ボケだからまだ。体の中は日本時間お昼です。あー、とかやくん元気かな。うまっ。95% ってこんな迫力があるんだ。でも本当に成長して帰ってくるよね。そうだよ、それを楽しみに待って。あ、うまいこれ。
濃厚、つぶつぶも入ってて美味しいぞこれ、ラズベリーのつぶつぶが。おかげくん行っちゃったからダラダラしちゃった、帰ってきて。いつもだったらさ、お風呂行って入らせたり歯磨きさせて着替えさせて寝かせてバタバタするじゃん。おかげくんがいなくなった瞬間さ、オールタイム自分の時間になっちゃってさ、あ、本当にいないんだみたいな。今まだボストンとニューヨークでさ、ちょっと近いけどさ、アメリカを離れる時にまたゴーンって来そう。時差があるとより遠くなった感じがして、って感じがするね。無理だな私、会えないと。私は15で東京出てきたじゃん、あの時ママ泣いてたのかな。竹踏みもだって送り出す時泣いてたって言ってたじゃん。え、竹踏みも泣いてたのけど、お姉ちゃんは振り向かずに行ったみたいな話聞いたことある。でも今日さ、トカハイ君もそうじゃなかった？ちょっとそうだったね。最後だけちょろっと踏み向いてくれた。お姉ちゃんがそうそうそう、ちょっと振り向いてって感じだったよね。うん、かっこよかったよね、去り方が。だから本当お姉ちゃんの子だよね、やっぱり。レイちゃんは泣くかと思ってたの、行きたくないみたいな感じで泣くかなと思ってた、うんうん、逆だったね、私がギャンギャン泣いてたね。だからうわ成長したなって思ったなんかね。でなんかさ、レイちゃんがさテレホンカード買いに行ってた時に二人になったじゃん、カイ君と私。その時に、ママ僕が行ったら泣いちゃうとか言って、泣いてるとこ見たらどれくらいママが僕のこと好きなのかってわかるねって言われた。えー、オーディションこれ。カイ君ってすごいさ、ほんまにびっくりすること言うよ、うん、そんな思考回路になれるのがすごい。9歳でね。ね、レイちゃんだったらもうだよ。うん、だけどトカエ君になんかお手紙は書けるらしいから。ああ、そうね。だからちょっと伊勢丹とかで音楽が出るなんかお手紙のとかで、ほらそういうのを見に行こう。お手紙女子になっちゃう、うんつーラブレターン。だからちょっと面白いお手紙があったら皆さん教えてください。レイちゃん最後に一言。泣かないで一緒に待ってよ。じゃあトカゲ君の真似して私が歯磨きさせるね。じゃあじゃあもう今から YouTube 見てスイッチやって、スイッチと YouTube の二刀流で二刀流でこんなやってやって、ママ時間伸ばしてってそれでずっとぬいぐるみをタグ切らないでずっとここでいってってずっとミニカーを握りしめて朝ごはん食べて怒られる、いつも私に。エンジンのさ、マニュアルのさ、うん、ギア変える音めっちゃするみたいな。やったことないくせにうまいんだよあいつ。それが聞けなくなると思うとちょっと寂しいけど、とりあえずレイちゃんがうーんって言ってね。はい、ということで皆さん今日の動画見てくださってありがとうございました。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターもやっておりますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。そしてグッドボタンもお願いします。はい、ということで皆さんまた次の動画でお会いしましょう。なんかみーさでした、レイちゃんでした。